三菱 8A8 型エンジンは1999年から2008年まで三菱自動車工業によって製造された V 型8気筒エンジンである。現在までに生産に至った唯一のエンジンが 4500cc の 8A80 でありアルミ合金製のシリンダーブロックと DOHC ヘッドにグディを組み合わせた三菱自動車史上最大の大排気量エンジンであった。 三菱のフラッグシップカーのエンジンとして、事実上、三菱、プラウディアと三菱、ディグニティのためだけに製造されたエンジンでもあった。しかしトヨタセンチュリー、日産、プレジデントの国産フラッグシップカー両巨頭の壁は、厚く、FF レイアウトにこだわった、プラウディアとディグニティの売り上げは、当初から低迷。2000年7月に発生した三菱リコール隠し、問題による、 三菱事項全体の業績悪化が直撃し、デビューからわずか1年程度で販売終了となってしまった。三菱事項の日本国内向けの自製車両に搭載されるエンジンとしては極めて短命に終わったエンジンであったが、プラウリア・ディグニティの開発に共同参加し、8A8 型エンジンのアルミニウムブロックやブロック側の内部パーツ製造を担当していた韓国の現代自動車は、 リグニキと車大を共有する初代ヒュンダイエクスのエンジンとして 8A80 を2008年まで採用し続けた。なお、2008年に登場した2代目ヒュンダイエクスでは駆動方式が FR となり、エンジンも自社で新開発したー W8 エンジンに換装された。これにより、名実ともに 8A8 型はその役目を終えることとなった。ありがとうございます。